世界的に有名なサイキックのクレイグ・ハミルトン・パーカー氏は11月30日2023年に中国で起こる大きな出来事を予言しましたパーカー氏は最新の動画で今回中国で勃発した大規模な抗議行動は最終的に当局によって鎮圧されると語りましたしかし鎮圧がさらなる抗議活動を引き起こすと見ています そして中国本土に続き香港でも近々抗議デモが行われますまたこのようなイベントにはウイグル人も参加することになりますパーカー氏はこの抗議デモの火が燃え上がってしまった以上それを消したり現状をコントロールしたりすることは非常に困難だと考えていますそしてこの抗議活動はますます激しくなるでしょう今回の抗議活動は隔離封鎖が原因であり 感染状況は実は実小さな問題だこれまでの動画で世界的な食糧不足についてお話ししてきたしかし中国では間もなく深刻な食糧不足に陥りその不足が今回のような抗議デモにつながるアラビアでもロシアでも食糧不足をきっかけにした変化が起きている 食料不足は火に油を注ぐようなもので、人々の深い憤りからより大きな政権の危機を引き起こしているとパーカー氏が指摘しました。パーカー氏は2022年9月の動画で、中国共産党がまもなく、崩壊することに言及しました。 今回は中国共産党が崩壊すると見えた確かに崩壊すると思うし私が正しければすぐに崩壊すると思う中国共産党の崩壊について私は長い間話してきたが私がずっと書いていたこの光景は本当にもうすぐ起こると言っていいほど実現に近づいているようだパーカー氏はまた中国から金をもらっている汚職政治家の存在が世界的に明らかになり それがイギリスを含む世界に混乱をもたらすとも述べました。パーカー氏は、2025年は中国にとってターニングポイントとなる年であり、習近平氏の任期は長くはないだろうと強く感じていると述べました。中国におけるこの現在の抗議活動の波は、政府によって弾圧されるが、その後、新たな抗議行動が起こり、また政府が弾圧し、その後に新たな抗議行動が起こるというように、 このような抗議活動の波が何度も起こることになります。